ちゃ怖いねんけど。大阪市平野区では物干し台の骨組みのようなものが落下し、周りの家のベランダや窓をめちゃくちゃに破壊しました。怖いで。強風で橋を渡るトラックも横転しました。ちょっと強烈なシーン見えへんやろな。横転。うわ。いや落ちる。落ちる。うわ。やばい。最悪やこんな。なんで手休みしなあかん。大阪府では各地で観測史上最大の風を記録しました。猛烈な風は通常では考えられない巨大なものまで吹き飛ばしました。まるで本のページをめくるようにいとも簡単に浮き上がり吹き飛ぶトタン屋根。観光スポット天保山の大観覧車はまるで風車のように高速で回転していました。信じられない光景も。建設中のホテルの足場が強風にあおられてゆらゆらと揺れています。次の瞬間。